皆さんこんにちは。今回は、YouTube に上がっていたと言われるあるニュースの中継映像について取り上げます。そのニュース映像には、レポーターが何かを話しているシーンだったというのですが、そこに信じられないものが映っていたらしいです。ある YouTube の動画を探してほしいというリクエストをいただきました。内容について詳しく説明しますと、8、9年前にアップされていた動画で、ナレーターの方から手が、というようなタイトルだったそうです。内容は、ニュースの中継でレポートしている人の方に手が出てくるという心霊映像でした。中継場所は駅の付近で、伝えている内容は女性の連れ去り事件だったとのことです。男はいわゆるナンパのような形で声をかけ、という発言もあったそうです。調べてみたところ、レポーターの方に手が、というタイトルの動画がアップされているのを発見しました。それがこちら、10秒ほどの短い動画です。レポーターの話を聞いてみると、コンビニエンスストアで偶然会い、いわゆるナンパの、という発言をしており、証言と一致しますので、おそらくこの動画かと思います。場所は駅付近ではなく、三島警察署の前で中継されていたようですね。また、小殺と書かれておりますので、殺人事件に関する報道だと思われます。そして、タイトルにもある通り、レポーターの方をよく見ると、謎の手がニュッと出てきます。見ての通り、背後に人がいる気配はなく、いきなり青白い手が出てくるという、なんとも奇妙な映像になっております。テロップと報道場所から、何の報道だったのか調べてみると、三島女子短大生小殺事件の報道だったようです。2002年に起きた事件で、帰宅途中に偶然犯人と鉢合わせした女子短大生が、拉致された後に行ったまま小殺されるという悲惨な事件です。当時の死刑基準を考えると、異例の死刑判決が下された事件としても有名ですね。それだけ犯行内容が残忍であったと言わざるを得ないのですが、そのような事件の報道映像にこのような不気味なものが映ってしまったのです。ネットでは、スタッフの手だろう、という意見や、人間にしては青白すぎる、という意見もあるようで、はっきりとした正体はわかっていません。今回は、この映像についてできる限り調べていこうと思います。確かにはっきりと謎の手が映っていますね。ちょっと不思議な映像ですが、そもそもこれ本当に中継中に映ったのでしょうか。10秒程度の動画ということで、編集された可能性もなくはないと思うのですが、とりあえずいつ放送されたものなのか調べてみましょう。テロップを見ると、30歳作業員を逮捕、と書かれていますので、事件発覚後に犯人が見つかったタイミングでの報道だと思われます。この事件、ちょっと複雑で犯人が犯行後に別件で逮捕されているんですよね。犯行があったのは2002年1月で、その後すぐに無免許運転と当て逃げで逮捕されています。その半年後に、殺人の犯行もバレて7月23日にこの事件の犯人としてまた逮捕されたようです。報道はこのタイミングでしょう。また、心霊映像のコメント欄からスーパーニュースで流れたものだという情報もありました。放送局はフジテレビですね。2002年7月23日に立てられた報道に関するスレを見てみると、このような書き込みがありました。17時過ぎのフジのニュースで、レポーターの首の後ろに手が見えた、という書き込みです。おそらく今回の中継映像のことだと思われます。また、その翌日には、フジテレビ男性レポーターの方に手が、という内容のスレが立てられていることも確認しました。当時も小規模ではありますが、話題になっていたようです。このことから、この映像は2002年7月23日の17時過ぎのスーパーニュースで流れた映像である可能性が高いと思われます。実際に見たという書き込みもあるため、編集された映像ではなく、テレビでこの手も流れたというわけですね。さて、ここまで判明したということで、結局この手は何だったのか、考えてみましょう。
この手の正体に関して、最も多かったのはスタック説です。手が出てきたシーンをよく見ると、白い線のようなものも一緒に出てきていることがわかります。このことから、レポーターがつけていたイヤホンのコードを直しているのではないか、と言われているようです。確かにそのような理由であれば、スタックが映らないようにレポーターの真後ろに行って手を出した可能性はありそうです。また、よく見ると肩から手が出る前に、肘のあたりでも何か見えます。このシーンですね。こちらのシーンにも、手のようなものが一瞬だけ映るのですが、コードに手を伸ばそうとした際に映ってしまったのかもしれません。たった10秒の動画なので、イヤホンを直すと言っても、レポーターがつけていたイヤホンに何か不具合があったのか、原因はわからないですね。当時、話題になっていたスレを覗いてみると、映像を覚えているという人の書き込みが残っておりました。こちらの方によれば、中継が繋がった時点でレポーターが左耳のイヤホンをいじっており、自分で撮ってしまったのだそうです。で、その後に手が出てきてイヤホンをつけてあげると思いきや、そのまま持って行ってしまったとのこと。私は映像を見ていないので、詳しくはわかりませんが、この書き込みから察するに左耳のイヤホンをレポーター自身が何らかの理由で外し、それをこの手が回収したという経緯だったようです。確かにどうやってスタジオ側の声を聞くのかなと疑問に思うのですが、自分で外したということは、声を聞く手段は別にあったのでしょうね。逮捕された当日の17時過ぎのニュースということで、その日は午前中に犯人を重要参考人として事情聴取し、その後に逮捕という流れでした。逮捕された直後に急いで中継を行ったために準備不足でこのような事態になってしまったのかもしれませんね。普通にスタックが出てきて、イヤホンを回収しても良い気がしますが、どうなんでしょうね。いかがでしたでしょうか。ニュースの映像に何か映るというケースはたまにありますが、ちょっと怖いですよね。さらに報道内容が殺人事件ともなると、本当に霊が映ったのではないかと騒ぎになるのもわかる気がします。ただ、今回の映像に関しては比較的わかりやすいものでしたね。イヤホンのコードがなければ本物だと思ってしまうかもしれませんが。他にも、ニュースに映り込んだ幽霊の映像がありましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。